呂は五官の巡定の皇后。送り名は列で、死亡としては夫の送り名を重ねて順列皇后。安定軍から寿試験の人。祖父は呂養。父は大将軍の呂将。兄は両季、両府に両思う。妹は官邸の皇后両女明。幼い頃から女皇に長じて巧みだった。師匠好み、九歳で、 論語、藩士を暗記した。英検三年、十三歳で、両将の妹と共に高級に入った。巡帝から特別待遇を受け、貴人となった。多くの女性を受代させて、孔子を設けるよう進言したため、巡帝に傾聴された。要吉見元年、皇后に建てられた。健康元年、巡帝は死去した。巡帝と両皇后との間には、巫女がおらず。 側室の恐れ美人諸星の劉飛の絵は新たな皇帝となった。竜が皇太后として臨朝することになった。竜氏は外籍として朝政を掌握した朝政腐敗と民衆の負担増による不満により、旧皇などで反乱が発生している。おきみかどは翌年も死去し、竜太后は兄の竜貴と共に劉を皇帝として擁立する。しかし、竜貴らの戦王を不満に思った。 しつみかどは両輝に、罰古将軍と揶揄したために、両輝により毒殺された。その後、献政保持のため妹の両女、明の婚約者の令和レコーリューシを擁立した。両氏は、前代同様に先見が続き、両氏最盛期を現出させた。和平元年、政治を19歳になった官邸に返すよう、言い残し死去した。順帝の権領にが裾された。ありがとうございます。